廃石にある複合遺跡。縄文時代中期抜用の外四式土機器の住居跡を伴う廃石以降。出土品は1981年4月8日に、鶴市指定有形文化財に指定されている。厚原は、山梨県東部の群内地方を投流する桂川と、支流の大旗川の合流する地点にあたり、遺跡は、貸し段球場の平坦地に立地する。 標高は461メートルで、正面に富士山を望める立地となっている。縄文中期には、富士周辺地域で遺跡数が増えるが、活動期にあたり、静岡県富士宮市の選挙遺跡など、同様の祭祀遺跡が出現している。1979年から、補助整備事業の事前調査に伴い、鶴市教育委員会による三次にわたる発掘調査が、 行われ、1985年にも農道牛国船、改修工事に伴う調査が行われている。東半分を対象とする1979年の第一次調査では、奈良時代から平安時代の住居あと23件が確認され、西半分を中心に遺跡の範囲解明を目的に実施された1980年の第二次調査では、 縄文時代の排斥移行が確認される。1981年の3次調査では、大型環状列石と排斥移行群と弥生時代の中居跡3件が確認される。1985年の調査では、縄文中期の外市式住居3件や縄文版キアス、行ファイや式土器や排斥移行が確認されている。第三排斥区の大型環状列席は、 東西南北に廃された直径4から5メートルの小サークルと連結する20から30メートルの河原石による列石内側に沿って縦石や梅亀を伴う組石上廃石の3種の廃石移行により構成されており周辺にも組石廃石や半月上廃石を伴う環状列石内には中期紅葉の土器などの遺物が廃されている他 縄文中期紅葉のソリ2式住居跡2件、排斥以降の南西からは、ソ都市部位式の住居跡2件も確認されている。出土した弥生中期後半代の弥生土器は、静岡県東部、神奈川県西部に分布する長伏式土器、宮野台式土器直前の土器と、類縁関係を持つことが指摘され、 桂川流域と伊豆、西相模方面において文化的交流があったと考えられている。発掘調査終了後には埋め戻され、現在は電磁や道路となっている。また、出土遺物は鶴市教育委員会が保管している。ありがとうございます。